お待たせ。福岡ソフトバンクホークス対ここで打席には山田が入ります。さあ一打先制のチャンス、まあ、先手を取って進めるためにも得点しておきたいですね。なるほど、そうです。インサイド落ちました。掘ってワンアウトです。ワンアウトランナー二塁と変わっています。さて小宮山さん、ここはどういうピッチングをすればいいでしょうか。まあ、そうですね、目のいいバッターですから不利なカウントにならないようにストライク先行でいきたいですね。なるほど、そうですか。打順は1番に帰ります。バッター荻野、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。バッターよく見ました。5球目は何で来るか。見逃して三振。ソフトバンク打ちに打ちました。大量